皆さんこんばんは、国久です。2020年の6月の4日、ねえ、えっと、カダナンのバスデーですけど、えー、そんな夜になっております。ねえ、えー、っと、今日は、アニソンを、なんていうんですか、ハローがカバーしていく、ハローアニソン部発足ということでございまして、えー、っと、YouTube チャンネルの方も拝見し、 それほど煮詰めず、えーと、私この企画にどういうふうな思い、そしてどんなふうな期待、えー、そんなことがあるかというのも入れながら、割と客観的な感じの、えー、と解説なんていうような感じ、お届けしたいと思っております。えー、国のチャンネルぜひお付き合いいただけたら嬉しいです。じゃあもう今日は早速いっちゃいましょう、えーと。余計なデータとか入れないで、思ったこと、頭にあることをお話ししていきます。えっ、ー、とね、 ハローのアニメソングの声というところで言っちゃいましょうか。もう適性がある子たちというのが何人も浮かびます。でも、たくさん挙げてもしょうがないんで、まずトップ1、もう皆さんわかってると思います。高瀬くるみですね。高瀬くるみで歌う曲というのは、もう浮かぶだけでもう何十曲、ドーンと出てくると思います。 でここに対しての期待というのもありますし、リクエストをかなり聞いてくれるシステムということですから、まあ我々が比較的、こんな、この声だったらこんな曲合うんじゃないのとか、彼女の世界観だったらこれいいんじゃないのみたいなこと。これが割と通っちゃうシステムなんじゃないかなと。だって見,見ざるを得ないからね、リクエストはね。なんじゃないかなと思ってるんで、高瀬くるみなんていうのは画期的にはまってくるだろうということを思います。あともう僕が言うからなんですけど、金沢智子。 もう金沢智子のメイン曲っていうんですかマクロスフロンティアですよね。ここでメイン曲があの声バッチリ合うんで、で深みとか鳴らし方が部長とは違うわけですよ。ね。だからこれは金沢もお好きであったということはもう再三確認してますんで、これ歌ってもらうしかないだろうということで、うんこれも浮かぶとこですね。 で当然マクロスフロンティアマクロスシリーズなんていうことになってくると、まあ、デルタも含めてカエディなんていうのもね本編の画像の方でも上がってました、えー、本編のそうだハローアニソンのやつはもちろんここの概要欄に貼っておきますなのでカエディがどんなセレクトしてくるのかっていうのも楽しみにはなるとは思いますねで何よりここの番組でお話ししてた織田さくらですよ織田さくらがアニソン歌うおそらくグループでは歌わないでしょう でもマクロスうううシリーズで5人組のみたいなことで提案してたんで本人なんとなくワルキューレ浮かんんでででると思うんですよねでこの悪キューレ浮かんでる中でさくらがソロで歌う何かのアニメソングのコーナーっていうのを成立してもらった方が僕的にはすごい自分がファンとしてですけどチェックポイントも多いですし楽しむ先々というところの期待も広がるななんてことは思いますよ。この辺は ソロで歌える子たちというののアニソンまあアニソンってジャンルンも,もはやないんですけどねですけども僕ら世代なんていうのが思っている僕1975年生まれですから思っているアニメソングのこの文脈というか系譜という申しますかでそこら辺を彼女たちが彼女たちなりにどう表現してくれるかなんていうのはすごく楽しみという話ですね。 で、特になんですけど、やっぱり金沢織田高瀬なんていうの、今挙げましたよね。で、彼女たちの声というのは特徴的なんですけども、ハローの中でも、なん、なんていうか、スタンダードな歌を歌ってこれる子たちなんですよ。で、その子たちが意外とスタンダードなアニメソングというのを歌うことによって、まあ、これ対外的な認知というところが広がるもあるんでしょうけど、まあ、じゃ、この話しましたから、大きなセクションも実は三つ言おうと思っております。 えーと対外的な認知これのハロープロのアニソン部を指導することによってのメリット3つお届けしてまいりましょうまず1つは今何度も言ってますまずまず対外的な認知度ですねアニソンファンというのは全世界でもアニソンに限りませんねアニメファンというのはもう分母最大最高ですなのでここにアプローチができるということしかも YouTube チャンネルですから国境もうほぼほぼ中国とかはあれですけどほぼほぼないと言ってもまあいいでしょう 一番多いパイが拾えるそういった意味では一つ目はそこ無限の認知につながるとということですねで二つ目のメリットとしては本人たちが今おうち時間そしてコンサートがないというところバースデーイベントもですよ。でバースデーイベントがこうなくなり一人で歌う時間というんですか、まあ、僕としてはソロの歌声というのが楽しみにしているタイプなんで、えー、とそこにつながるこれは一つのヒントなんじゃないのかと。 まだ分かりまませんよ、ま、たこれもグループで歌っちゃうっていう可能性もありますしそれがダメと言ってるわけではないんですですけれどもかなりの確率で一人のハローのメンバーが一つの曲一曲を歌うというのは見れるんじゃないのかなという意味で、まあ、こういった意味はもう YouTube「おまけチャンネル」何でもですけど一番楽しみですねアカペラも含めて全部ですね でこの歌唱,力 <laughs> 歌唱力をみんなで楽しめるきっかけというのがハロプロの曲以外でかなり無限に広がったような気がするこれが2つ目のメリットですね。で3つ目、えー、何せなんですけどこの期間というのを3月からとしましょうか3月から今6月の頭に入ってきているまでのこの期間というところ。 多分ねハロメンおうち時間という名のもとアニメ相当見てる人というのとそうでもなかった人の差はあると思うんですけどやっぱりエンターテインメントをどういうふうに受け取ってきたかというような結果というのが見れる場所の一つになるんじゃないかなというのも思いますね。ななやっぱり物物語語でででですすすよね、えー、アニメにににしししててててもももも映画画ドラマにしても漫んいいべ、えー、の物語の中で 取り入れた感受性というのをどうやって声として昇華し、えー、表情も含めてですよ歌として我々の目の前に届けてくれるかということになると思うんですけど、えー、ここに感受性とといいうのが僕は一番見たいところなんです,、ね、ですから少し時間を戻して2月末ぐらいまでのこの子どんな感じだったのかというのとその後のまあブログなんていうのと照らし合わせても面白いかもしれないですよね。 その中で養った興味持ったものそして音楽キャラクターないしいろいろ通してどういうふうに返してくるのかまあそこまで考えてねえだろうって言うかもしれないけど中にはこれ五十数名六十名近くハロメいますからね対象になっているグループは研修生まで入っているというふうに見ましたのでもっと分母は広いわけですよ。でそうなるとそこの中でどういうふうな時間の過ごし方感受性3ヶ月で変わってくるか。 よくよく考えてみてくださいほとんどのメンバーが10代ね20代といっても前半の子たちで構成されているのがハロープロジェクトですよですから彼女たちがどういうふうな感受性を今受けていて3ヶ月でもどう成長してきたのかなんていうところもうここがねこれはもうアイドルファンもハローファンも似てるでしょこの3次元のファンならばってことでしょうここが楽しみ醍醐味なんですよですので僕はこの企画一番重要なのそして一番嬉しいところは やっぱりそこを表現してもらえる2.5次元までいかないんですけど2.75次元くらいなんですけどそこの中でのハロメンのこの3ヶ月というところの成果一つ見れるんじゃないかななんて思ってますね、ここで最近ハロ撮りなんていうのを僕あれですよ YouTube チャンネルに昇華してるという申しますかテレビ番組なんですけど月曜の深夜にやってるねその時に研修生のソロのコーナーなんていうのを見ているはずなんですね皆さんも僕も当たり前ですねでここに繋がってくるんですよでここなんで繋げられちゃうかというと彼女たちにも権利があるからうん僕アニメなんて言ったら最近タメナガシオンも声いいななんて思ってますしう久保田七海ですか とかもここでで本気出してくるタイいいタイイミミンンググいいすよら、ね、米村キララに関してはもうハローメンと同じ系列で話ができると思うんですけどこことここアニソンとなったらむしろちょっと弱いんじゃないかとかそういうような想像が出てくるわけですよ。面白いですねこれ2次元のアイドル3次元のアイドル当然2.5次元という活動というのも今までたくさんありますけど。その中で向き不向きき不とというところが もうこの私としては何も合作臆測を得ず目の前で見れてしまう可能性が出てきたということですねまあ目の前といっても YouTube ですけども、まあ、これも YouTube ですから似たようなもんでしょう広がりが出てくるというところと今までスポット当たってなかった子にハローの見方からするとチャンスが新たなきっかけが出てくるということですよね僕これはねえー、逆転の <laughs> 一つ革命の 歌手としての可能性が広がる1ページなんじゃないかとそんなことを思っていますね。で他にも先ほど名前挙げていなかったユーティレリティユーティリティプレイヤーなんていうのもいくつか挙げていきましょう、えー。宮本佳林ですよね。宮本佳林はどれをやらせても通称で言うと4以上5段階であれば出せる子です。ですけどもあえて こ,の時こういう場面アニメでって言ったらどんな風な形がいいのかセレクト本人がするのかリクエストに応えるのかこれ見どころ聞きどころありますよねそして、えー、と石田歩ゆみ石田歩ゆみ、ね、コナンなのかってことですよね、まあ、コナンなんでしょうけどここであえてコナン以外出してくんのかとかでコナンも j p o p 全て含んでるような感じですからね本人のバースデーイベントなんかではほぼほぼコナンのサントラで。 えと前後客入れ客出しなんてのやっていくなんていうのもしているぐらいコナン2ですからそこどうなのかなんていうのも見どころ聞きどころあると思いますし秋のマ,リア秋のマリアですよ私ね数々のバースデーイベントを体感してきてマリアの歌唱力いろいろ言い言たいこととあると思いますでも彼女はソロで歌わせて一つの世界観にはまらせたら表現力はあるんですよ。 ね、ドラゴンボールじゃないでしょうメジャーなんですかねどれなんでしょうとにかく選曲さえ間違わなければ牧野マ,マリアに声僕としては声に合うできれば女性声の、えー、と曲歌ってほしいですけどでもそれをマイナスにして、えー、それでマイナスにして世界観に入れないんだったら世界観に入れる「マリア節」これを聞かせてくれればあ僕としてはこの企画最高の醍醐味なんじゃないかななんてことは思っております まあ他にも、ね、高木佐伯どう歌うのか段原ルールどう歌うのかみたいなのは僕は歌手のファンとしてのところで面白いところ楽しいところの探究はありますけども、まあ、今回この企画何も情報入れないでの状態でこのお話してますから、まあ、皆さんとコメント欄なんかで「えー、と予習にしてくれればいいですなんかキャンプみたいな。 本編の YouTube のコメント欄に書く前に僕のところでいろんな議論なんかできる機会盛り上がることができたら嬉しいなと思ってこの動画撮りましたですのでお付き合いいただけるようでしたらチャンネル登録の方をぜひお願いしながら引き続きこんな話も広げてまいりましょうでは国尾が今日は思うハローアニソン部ハローアニですねそこについて語ってみましたまたこの話の続きができることを楽しみにしていますじゃあね